皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県の学校情報として、東海大学附属静岡翔陽高校中等部の保護者のための平日のスクールツアー、これを2つ紹介します。まずプチスクールツアー、これは土曜日とか日曜日の説明会、ね、学校の説明会とかね、そういうものに参加できない保護者のためのカジュアルな説明会、このようになっています。日時は10月の12日この水曜日と11月の18日の金曜日、時間は11時30分から13時30分です。内容は学校の説明、それから施設見学、この時学校側でこの昼食を用意してくれてあるそうです。ですからここで昼食を取るわけですね。それから個別相談、このようになっています。もう一つはナイトツアーです。これは仕事帰りの保護者のための説明会です。日時は10月13日の木曜日と10月21日の月曜日、この2日間で時間は18時から20時、内容は学校の説明、施設見学、個別相談、このようになっています。こちら側は食事は出ません。申し込みが必要です。申し込みは同校のホームページからできるので、そちらからお願いします。締め切りもありまして、締め切りはこの開催日前日、ね、前の日ですね、その昼の12時まで、ね、開催日前日の昼の12時まで、このようになっていますので、どうぞ、ね、日曜日参加できないとかね、土曜日参加できない方、ね、仕事帰りにプラッとちょっとね、内容を知りたいなという方は参加してみてはいかがでしょうか。今回は東海大学附属静岡翔陽高校中等部のスクールツアー、保護者のための平日のスクールツアー、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。